はい、こんにちは。こんにちは。はい、ですね、今日はあの、対談の、動画をですね、ちょっと、収録してまして、でですね、あの、大沢、よしひさと申します。大沢よしひささんですね、はい、で、それで、あの、まあ、今日ですね、あのこういうあの企画をした、あの、まあ、一番の理由はですね、大沢さんがですね、最近本を出されまして、高松二郎、というタイトルですね、高松二郎と。リアリティ・アクチュアリティの美学という副題で、はいはい、で、この、大沢さんこの本を書かれてですね、でこれをちょっと読ませていただいて、はい、まあ、あのこういう機会なので、まあ、これをですね、話のもとにして、今日ちょっといろいろお話、伺えたらなと思って、こんな動画を、撮ってます。はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。で、あの、まあ、まず高松二郎なんですけれども、はい、まあ、僕はその高松二郎が専門というわけではないので、はい、まあ、僕が知ってる、まあ、イメージとしては、まあ、まず第一に、はい、あのハイレットセンターですね。で、まあ、東京オリンピックの頃の、あの、前の東京オリンピックの頃の、はい、まあ、アートコレクティブというか芸術家集団で、はい、で、まあ、ハイレットセンターっていうのは、ハイがこの高松二郎の高い。はい、で、レッドが、赤瀬川源平の、赤。で、センターが中西夏之の中。はい、で、まあ、そのハイレットセンターの高松二郎というのがまず第一の認識で、で、僕は、まあ、現代アートについても、はい、あの、日本の現代アートについても、まあ、それなりに、あの、まあ、評論を書いてきたりはしたんですけども、はい、そのハイレットセンターの中で言うと、僕は一番、あの、自分にとって、親しみがあるのは、そのセンターの中西夏之さんなんですね。で、はい、っていうのは、その僕28歳の時に、芸大の大学院生の時に最初に出した本が脳の中の美術館という、本でですね、これ表紙が中西夏之さんなんですね。で、そうそう、で、あの、なんか、あの、若造がですね、なんか中西さんにお願いして、ちょっとこの、自分の本のなんかこう、にちょっと ふさわしいって言うとちょっと言い過ぎかもしれませんけども、まあ、ぜひ飾ってもらいたいということで、で、その頃に、あの、中、あの、まあ、そういうご縁もあって、中西さんのに作品を一ついただいたことがあって、で、それ未だに持ってるんですけども、こう、洗濯バサミ、まあ、中西さんというと、まあ、洗濯バサミですね。で、それで、まあ、この中西夏之、今日の中西夏之の話ではないんですけども、まあ、この中西夏之と一緒にそのアート運動を、展開した、高松二郎ですね、の、作品で、で、あの、今回ですね、この、大沢さんがこの本を書かれて、で、まあ、あの、まあ、あの、送っていただいて、読みまして、で、まあ、改めてその高松二郎っていうのは非常にこう、まあ、芸術っていうものを考える上で、重要な存在っていうか、相当重要な存在だなと、まあ、なんか自分の認識としては、例えば、あの、戦後のアートでいうと河原温って言いますけども、まあ、あの、海外で、まあ、主に活躍しましたけど、河原温と並んで、そのアートとはっていうのを、こう、一番本質的なところから、問いかけたアーティストっていうふうに、まあ、あの、大沢さんの本を読んでですね、あの、認識を、あの、新たにしまして、で、これは高松二郎をですね、しっかり、あの、こう、なんていうかな、あの、アプローチというか探求しないといけないなと思って、で、その、まあ、あの、これ何ヶ月か前にいただいたんですけども、高松二郎の本一冊も持ってなかったんですけども、まあ、これを契機にしていっぱい買ってですね、あの、こうですね、いっぱい、買ってですね、まだ全部読み切ってないんですけども、あの、まあ、なんか高松二郎のですね、世界というのにこうちょっと浸って、まあ、見たり、しましたですね。で、それで、まあ、あとですね、まあ、今日大沢さんいろいろ作品の写真も用意していただいたんですけども、まあ、その前にですね、あの、まあ、僕が、あの、美術館で今まで見た高松二郎の作品で印象深かったのは2つ
まあ、いろんな作品シリーズがあって、2つあって、1つは遠近法のシリーズと、あと影のシリーズですね。で、大沢さんのこの本はちょうどその、遠近法とあの影のことについてそんなに詳しく書いてなくて、他の作品について非常に、詳しく書いてあるタイプ の, あの本なので、まあ、そちらの話は後でゆっくり伺うとして、まあ、まずその、まあ、多分僕だけじゃなくて一般的な認識として高松二郎っていうと、まあ、まず影ですよね。影を描いた画家というかアーティストで、また遠近法で、まあ、それどんな作品かっていうと、今写真がないのでこれだけは言葉であるんですかね、話してみると、まあ、あれですね、人の影が白い壁みたいなところにこうあって、でその影だけあってこう実体がないっていう、まあ、なんかちょっと実存、まあ、そのあの頃の時代の一つの哲学思想的な流行っていうのもあったのかもしれませんけど、その影だけを描いて、でまたその、まあ、そもそも影っていうのは結局光と影の影なわけで、まあ、美術にとって一番のこう原点っていうのは光、そしてその光が作る影なので、まあ、そういう意味でその絵画っていうもののど真ん中っていうかみたいなことを扱っていて、であと、まあ、例えば最近で言う と, あの、村上春樹の、街とその不確かな壁っていう中で、その、まあ、人間、まあ、ある、まあ、男がいて、その男が影と自分の影とこう引き剥がされて、まあ、まるで別々のなんかキャラクターというか存在のように影だけがどっかに行ってっていうのがあったりして、でなんかそういうのにもこうちょっと通じる感じがあって、であのもう一つ遠近法の作品というのは、まあ、ちょっと一人で話してばっかりでもあれなんで、ちょっと大沢さん遠近法の作品は、あの、まあ、そうですね、遠近法の作品はその、まああのまあ、西洋絵画の遠近法を、まあ、そのままその立体物として、まあ、立体作品として、まああのまあ、提示したもので、まあ、普通 の, あの一点透視図法もあれば、その逆遠近法のあのを、まあ、立体物として提示したものもあったりして、うん、あと確か消失点が一つじゃないものもあったと思います。うん、はい。はい。ですね。で、あの、まあ、ま、つまり、その、まあ、あの、例えばレオナルド・ダ・ヴィンチ以降ですね、あの、絵画の中にこう空間を表すための技法として、遠近法っていうのがあって、まあ、あったんですけれども、まあ、それは、まあ、あくまでも絵画の中の、まあ、一つのフィクションとしてというか、使われた技法だったんですけど、高松、僕は学生の時に、まあ、あの、今ここ上野なんですけど、上野の東京都美術館で、あの、まあ、所蔵してたのかな。要するにテーブルと椅子があって、でそれが実在するテーブルと椅子なんだけど、形が遠近法に沿って、歪んでいるっていう、タイプのもので、でつまりその絵画の中の画面の中のフィクションとしての遠近法じゃなくて、まあ、それと全く同じ、歪み具合なんですけど、それがこう現実の中にあるっていう、そのなんか、驚きというか面白さっていうか、まあ、つまり何だろう、遠近法って絵の中の世界かと思ったら実際のこう空間の中にあって、でしかもそうするとその実際 の, そのテーブルと椅子がある空間自体が、例えば奥行き実際は2メートルかもしれないけども、それが5メートルぐらいに見えたりするとか、現実の空間自体をこう歪めてしまうっていう不思議なあのとこがあって、でこれはまあちょっと今日詳しくは話せないですけども、例えば京都の龍安寺の枯山水の庭っていうのも、あれ遠近法を使っていて、まあ、あれも現実の空間なわけなんですけども、なんかそういうのにも通用するような、まあ、つまりその影のシリーズと遠近法のシリーズっていうのは、美術の言葉で言うと光と空間の問題っていうのを扱っていて、まあ、そういう意味でもその美術っていうもののど真ん中の作家という、まあ、イメージが あるんですけれども、でそれ以外にもいろんな作品を展開していて、で今日はですね、それをちょっと大沢さんに伺えたらなと、まあ思っておりまして、はい、それで、まあ、パワーポイントをあの用意してきていただいたので、ちょっとそれを見ながらですね、で次って言っていただければ画面を変えますので、まずは、まずはそうですね、あの単体シリーズから始めたいと思います。まあ、1969年から、まあ、72年まで、まあ、制作していた、まあ、シリーズなんですけれども、
まあ、この時期はですね、まあ、ちょうどモノハが、まあ、流星し始めた頃に、まあ、制作されたシリーズですね。ですので、まあ、基本的には、まあ、石とか木とか紙とか、まあ、ガラスとか、まあ、鉄などなどですね、そういった物質を扱うシリーズになります。で、まあ、いわば無垢の物質をですね、まあ、相手取るという点においては、まあ、単体シリーズはモノハと通底しているというふうに言えると思います。で、次の作品をちょっと送っていただいて、で、まあ、こちらはですね、まあ、コンクリートの単体というですね、まあ、コンクリートを、まあ、立方体の形に成形して、で、まあ、その中央を砕いた作品になります。で、あれですよね、まあ、すみません、途中で、要するに、実際のコンクリートの、まあ、まあ、直方体というか立方体の、はい、塊があって、その中を、まあ、砕いて、はい、で、まあ、この写真にあるように、こう、なんていうかな、まあ、粉まではいきませんけども、はい、してで、そういう意味では、まあ、形というかは変容したわけですけど、まあ、はい、ものとしては何も変わってないということなんですね。そうです、はい。で、まあ、このなんていうのかな、作業自体は場合によってはこう小学生でもできるんですよね、はい、この箱を削って何か違うものにするっていう。で、まあ、また多分こういう作業自体も、はい、楽しい作業かもしれませんけども、はい、で、しかし小学生にもできるんだけど、それだけじゃなくて、はい、そこに何ていうのかな、物は変わらないんだけども、でも何か別のものに変容していってしまうと、一体ここで何が起こっているんだみたいな、なんか哲学的な問いかけというか、みたいなのがあるシリーズで、はい、ですね、で、面白いなと思いました、ね。はい。で、まあ、次の写真なんですけれども、はい、まあ、こちらはですね、まあ、16個の単体、というやつで、まあ、まあ、コンクリートの単体のようにですね、非常に、まあ、まあ、シンプルかつ、まあ、素朴なものに思います。まあ、もちろんですね、まあ、まあ、単純に、まあ、杉を削ったということだけではなくですね、まあ、杉の、まあ、削った時に、まあ、形が出てくる、まあ、面白さとかですね、まあ、先ほどの、まあ、コンクリートの単体であればですね、まあ、布施先生のおっしゃったように、まあ、砕くことのなんか面白さとか、まあ、手の感触の面白さであったり、まあ、あるいはですね、まあ、砕いてもですね、どれ一つとして同じものが出てこないみたいなことに対するですね、まあ、そういった好奇心とか面白さとかですね、まあ、そういったことをですね、まあ、作家は、まあ、考えていたのではないかなというふうに思います。うん、まあ、まあ、要するにコンクリートっていう物質だけじゃなくて、はい、木であるとかいろんな物質を使って、まあ、まあ、行為としては同じことをやったという、まあ、シリーズということですね。そうですね、はい、はい。で、まあ、次の、板の単体、これはですね、まあ、板の単体という名前で、黒と赤と青がですね、ちょっと3つあるんですけれども、うん、はい、赤と青、青が3つあるんですけれども、はい、なんか周りがギザギザだったり、まあ、いろいろ、ね、そうですね、はい、まあ、まあ、コンクリートの単体とか先ほどの杉のやつ作品とは異なってですね、まあ、こちらの単体は別にその内部が加工されているわけではありませんから、まあ、その同じ単体シリーズとして、まあ、捉えるのはやや難しいというか、まあ、どうやって捉えたらいいのかというように思われるのではないかというふうに思います。でもむしろですね、まあ、高松自身はですね、まあ、これらの作品に対して、まあ、単体とは何か、あるいはですね、一つというのは、まあ、一つという意識というのは一体どのように生じるのかということをですね、この板の単体シリーズについて、まあ、そういった文章を残していて、まあ、いわばですね、単体シリーズの、まあ、出発点といえる作品であるように思います。はい。で、まあ、ここではそのなんかコンクリートとか木とかっていう物質の問題だけでなくて、今度色が赤とか青とか黒とか、まあ、塗り分けられてるっていうのか、違った色が出てきて、で、まあ、かつ色としては非常にこう三原色とか、まあ、あるいは白黒とか非常に
シンプルな色なんですけども、まあ、そういう意味でなんていう絵画とか美術っていうものの一番の原点とか出発点とか基本みたいなところがあって、まあ、それもまあ単体っていうのがなんていうかこのあと高松二郎がいろいろ作品を展開していく中で、まあ、美術の文法っていうのか美術の言葉っていうのをこう作り上げていく一番の始まりみたいな感じがあるんですけど、まあ、色の扱いはどうなんですかね。ずっと前から、はい、やったんですかね。そうですね。まあ、一応その高松はですねこの作品について、まあ、モノクローム絵画との関係でまあ考えていてですね、うん、で、まあ、高松によれば区形のですね、まあ、周囲がもし直線である場合ですね、まあ、普通の絵画の場合のように直線である場合にはですね、まあ、想像力が画面の外に飛び出していってしまうと広がってしまうというように考えて、まあ、このように周囲をですね、ギザギザにすることによって、まあ、黒なら黒でですね黒の色面、まあ、彼はこれ限りのものっていうふうにそういう言い方をするんですけれども、まあ、黒の色面これ限りのものとして、提示しようとしています。で、まあ、確かにですね、まあ、周囲が、ギザギザであると、まあ、色面がですね、まあ、物体感を帯びてですね、まあ、色そのものに、その感情を這わせにくいというか、まあ、あるいは色から喚起される、まあ、何らかの想像力がですね、想像が阻害されるように思うのですが、先生いかがでしょうか。そうですね、まあギザまあ、普通絵っていうのは画面の端にギザギザがないんですけども、そうするとまあ画面の端っていうことであるっていうことを、まあ、ある種拒むっていうか、このギザギザにすることによって何か、この画面自体の存在が違ったように見えてきて、かつこの、この2つは横があれですね、ギザギザで、はい、上はまっすぐ一直線で、全部ギザギザではなくて、なんかこう、まあ、本来の、まあ、上も一応ギザギザなんですね。あ、ギザギザなんですか。はい、あ、そっかそっか、サイズが。微妙にですね、サイズが違います。あ、そうですね。はい、あ、そっかそっか。まあ、だからそれによってさらにはですよね、だ一瞬がちょうど今僕が、まあ、これちっちゃな画面なので見間違ってしまったんですけれども、まあ、そういうその、普通のまっすぐの画面のようにも見えるし、そこからこうなんかギザギザがこう、だんだんこうサイズが変わってくるみたいな、当然こういうのを見るときに一方で心の中でギザギザのない画面っていうのが前提としてもしかしたらあるかもしれなくて、はい、それとのズレみたいなのっていうのもあるのかなと思いましたね。で、あとこの青のものだと今度は、はい、なんていうひし形っていうか少し斜めになってますよね。そうですね、はい、で、まあでもいずれにしろその、絵画っていうのは、まあ、壁画とかは別にして、タブローになった時点でこう四角い画面っていうものっていうのがもう何百年も続いてきて、そのなんていうか絵画そのものを問いかけているっていうか、そんな風にも見えますね。そうですね、はい、まあまあ、あと当然なんて、今この小さな画面を見ながら、話をしてるんですけど、実際、まあ、美術っていうのは当然あのものなので、実物を前にして見ないといけないので、まあ、これを機会に、まあ、高松二郎のご作品を見られる機会があったら、またなんか改めてこの作品の前に立って自分でこう何か感じてみたいなとは思いますけどね、はい、感じて考えてみたいなという。はい、で単体はそんな感じ。そうですね、そんな感じですね。はい、まとめもあるんですけれども、最初に瀬先生が全部単体の本質を全てご説明いただいたので。あ、そうですか。はい、で、まあ今話の中に出てきたまあ、モノ派っていうのが、まあ、リーウハンとかをはじめとするモノ派っていうのがいて、まあ、その中にそのあれですか、ね、分類としてはモノ派には入らなかったんですかね、はい、まあ、交流はあったのかもしれない。そうですね、交流は非常に深くあったんですけれども、まあ、そうですね、まあ、モノ派に影響されつつですね、まあ、素材とかの観点において影響されつつ、うんうん、
まあ、その考え方はなんか物派に抵抗するようなですね、やっぱそういったところがあるんですね。まあ、物派はそのあるがままのものに、まああのそのまあ接するみたいな、そういった観点があるんですけれども、まあ、そういったことを高松二郎は信じていた、いなくて、まあ、あるがままのもののようなものはですね、まあ、あくまで、まあ、理念に過ぎないんだという頭の中の観念に過ぎないんだと、まあ、そういったことを高松は考えていて、まあ、物派を横目で見つつ、間違ったことをしていたということになりますね。で、あの、まあ、まだ まとめの段階じゃないんですけども、あのちょっとまとめ的な感じで言うと、まああのまあ、モノ派 とかあの、あるいは具体っていうのがその日本の現代アートっていうか戦後美術の一つの動向として、まあ、世界的に結構あの評価されるようになってきて、であのまあ、さらに加えてモノ派と具体だけじゃないんだろうって高松二郎もいるんだぞっていう、まあ、あるいはもしかしたらそういったものをこう、まあ、超越しなんていうかな、乗り越えようとしていた、アートの軌跡っていうのがここにあったのかなと、まあ、別に まだまとめちゃいけないんですけど、まあ、というのを、まあまあ、こう単体シリーズだけ撮ってもなんかそういう感じをなんかですね、はい、かんをまあ、思ったりも、まあ、しますですね、はい、ではじゃ あの複合体シリーズに行ってみたいと思いますが、はいはい、まあ、次はあの複合体シリーズ、まあ、名前の通りでですね、単体があって、ね、今度単体と単体をこう組み合わせてっていう感じで、そうですね、あの単体と単体を組み合わせて、まああのまあ、名前の通りでですね、まあ、部分と部分の複合からなる、まあ、一つの全体とか、まああのまあ、あの部分と全体との関係性とは何かということが、まあ、ここでは問題になってきます。で、次 あのスライドにお願いします。で、まあ、初期の作品なんですけれども、まああのまあ、このシリーズのですね、まあ、実験的な、まあ、試作の段階ではですね、まあ、上のですね椅子とレンガの組み合わせた作品であったり、で下の右左下ですね、左下の丸太の上に砂を乗せた、まあ、作品などがあります、まああのまあ、この段階ではですね、まだあの統一的な特徴を、まあ、見出しがたいあり方をしています。でちょっと次 あのスライドに移っていただきまして、で、そしてですね、まあ、複合体シリーズらしい作品になっていったのは、まあ、1973年からあ、まあ、大体74年頃あたりにかけてでですね、で、まあ、こちらの、まあ、傾いた時計ですけれども、まあ、こちらはですねその初期のものになります。で、まあ、傾いた時計はですね、まあ、その名の通り、まああのまあ、他の素材と組み合わせられてですね、まあ、時計が傾かせられて、まあ、置かれている作品ですけれども、まああのまあ、実際にですね時計はこのように傾いているわけですけれども、タイトルとの齟齬が、まあ、あるんですけれども、まあ、齟齬というかあのちょっとした違いがあるんですけれども、何かあの布施先生お気づきになりますでしょうか。傾いた時計っていうふうにタイトルがあのついていて、うん、で、まあ、あの実際にあの、まあ、時計は傾いているんですね、うん、ですよね、はい、で、ですね、まあ、なんか平べったい、はい、まあ、まず一つ、まあ、四角があって、はい、その上にちょっとレンガのような、はい、ものが斜めに乗っていて、はい、で、まあ、そこで段差ができて、その上に時計が乗っているわけですね。はいはい、ね、この写真だと、まあ、この写真だとちょっとあの見にくいんですよね、うん、はい、あの数字12と6の数字を見ると、はいはい、時計の文字盤ですか。文字盤ですね、はい、ちょっと、はい、そうですね、これ全然全く分かんなかったです。はい、そうですね、あのどうなってるんですかね、まあ、皆さんどんなサイズの画面で見てるかによるんですけども、はい、ちょっとどうなってるか説明、はい、はい、まあ
つまりその時計そのものはあの斜めにこのように傾いているのに対して、うん、まあ、数字は傾いていないんですね。あ、そういうことですね。そうですね、まあ、12時とあの6時の、うん、まあ、を結ぶ線がですね、うん、まあ、あの時計と、まあ、平行関係になっていなくてですね、うん、まあ、あの地面に対して、まあ、垂直になっています。うん、で、まあ、あのこういったですね、あの、まあ、気づきにくい細かなところがですね、うん、まあ、あの気づくか気づかないかというところにですね、うん、まあ、複合体の、まあ、特徴というか、うん、まあ、あの全体感にですね、なんかその、うん、ちょっと亀裂疑いを差し挟むようなですね、うん、そういったのがですね、複合体の、まあ、あの主たる特徴であると言えます。うん、ですね。で、まあ、あの、ちょっと画面が小さくて文字盤のことまで気づかなかったんですけれども、まあ、ただその傾いた時計っていうタイトルを、聞いた時点で、まあ、傾いた時計ってことはあの、あの別にあの本来傾いてない時計っていうのがあって、でそれが傾いてるってことで、出てくる、問題っていうか見えてくる問題っていうのは多分地球の重力の、線っていうのがあって、で、それをその、重力の線に沿ったあのまま世界を構成していると重力があるっていうことに気がつかないんですけれども、あえてそこをずらすことによって、なんあのまあ、重力っていう、まああの中西夏之も言ってたと思うんですけども、要するに絵画の画面っていうのはあの、地球の重力に対して垂直に立っているものだと。でそれはもっと言えばその中西さんも影響を受けた土方辰巳の舞踏とかあって、で土方辰巳がその、舞踏とはっていうので命がけで突っ立った死体だっていう言い方をしていて、で死体っていうのは本来、立っているものじゃないんですけれども、で多分それさらにあの、普遍化しあの展開していくと結局十字架の、キリストということにもつながってくると思うんですけれども、まあ、そういうあの重力の問題っていうか、あのでそれは ある意味で地球上で生きている私たちにとって、最もあの、本質的な問題で、まあ、ほぼ意識していないんだけども、その制約の中で生まれてから死ぬまでずっと生きているっていうような、まあ、傾いたっていうことで、そこまではさっき考えてたんですけども、でさらにその、まあ、なんていうかオチというかあのとしてこの傾いてないあの文字盤があるっていうことで、その問題がそのよりなんか明確になってきてっていうことをがあって、まあ何て言うかな、単なるあの、あそうかって気づかせる一発芸みたいなことじゃなくて、その気づいた後にあのなんかいろいろな問題、その地球の問題とかいろんなのが見えてくるっていうような意味でも、まあ、造形作品として本質的だなとちょっと思ったりしましたね。ありがとうございます。で、まあ、あの今おっしゃったあの、まあことと同じような事例なんですけれども、ちょっと次の作品とかあのちょっと移動させていただいて、はい、で、まあ、こちらの作品もですね、まあ、あのある程度ですね、一つのまとまりのあるようなですね、まあ、全体としてはあの、まあ、金工金星の取れたような、まあ、あのいわばあの構成彫刻のようなものであります。まあ、ただですね、まあ、あの金星金工の取れた、まあ、全体として、まず、あ、一つの全体として捉えるとですね、まあ引っかかるところがございませんでしょうか。何かこう、まああの左右両面にこう、はい、あの横の壁があるわけではなくて片方しかないとか、はい、まああとこの一番上の棒がやや斜めに傾いているとか、そうですね。はい、まあつまり本来の直方体からいろんなあのズレっていうか、はい、がなんか仕掛けられてるなという。そうです、ありがとうございますね。まあ、やっぱりその特にですね、あの一番あの、まあ、あの上に乗っている、の鉄の棒がですね、まあ、その板 の, あの薄い板の分だけ、まあ、傾いているんですけれども、うん、で、薄い板が、それもちょっとちっちゃくて見なかったけど、あの上にあれですね、あの面があって、その上にさらに薄い板が乗っかっていて、はい、さっきのだから時計と同じ、はい、あの構造というか。あ、そうですね。
でその分だけ、まあ、傾いているんですね、うん、で一応まあ作品なのでさあ、まあ、移動させたりもするのでまあ、運搬上まあ接着されているわけですけれども、うん、まあ、仮にこれが接着されていなかったとしたら、うん、この鉄の棒は倒れるのかどうなのかっていうことが非常に曖昧で、うんうん、まあ、その倒れるか倒れないかの境界線上にあるような、うん、組み方を高松はしていて、まあ、そこがとてもまあ、複合体らしいというか面白いところなんですね、うん、なんか美術のワークショップみたいなので昔子供がいた時に何かこうちょっと傾きがあるようなものをこう立てて倒れないようにするみたいなのでそれやるにはものすごく集中したりとか感覚を磨かないといけなくて、なんか微妙なバランスとか、はい、でまあ、それによって なんか自分の中のこう感性磨かれるってのがありますけどこれもなんか、はい、そういうことをちょっとなんか想起させたりするそうですねはい、うん、まあ、ちょっとしたらまあなんかちょっとぶつかったりしたらまあ倒れちゃいそうとかそういったまあ不安感もかきたてるような、うん、またそういった作品であると思います、うん、で、ちょっと次の作品に映っていただきまして今度はさらになんかずり落ちそうで落ちないっていう、はいそうですね、こちらはですね、天秤が主役の作品で、うん、まあ、左側にですね、まあ、コインが吊るされてあって、まあ、右側にですね、ちょっと見えにくいんですけれども、うん、まあ、鉄の棒が取り付けてあります、うん、で、天秤はですね、左側に傾いています、うん、でこれは何か違和感を抱いたりしますでしょうか。うん、傾いていて本来落ち、これはだからあれですかシーソーみたいな形で軸のところは固定されていて、はい、傾きだけが問題なんですか。そのずり落ちるってことはない。そうですね、はい、うん、で、拡大しないと、まあ、それであれですよね、持ち上がってる方は下が、はい、たるんでるっていうか、はい、少し斜めになっていて、はい、コインの方はそのままぶら下がってるわけですけども、はい、まあ、垂直線と斜めの線とがあるっていうことなんですね。はい、今ポイントはどこどうする。で、まあ、ポイントはですね、まあ、鉄の棒とコインが、まあ、天秤によって、このように吊るされているわけですけれども、うん、やはりそのコインの左側のコインの方が、まあ、明らかに軽い感じを与えるのに対して随分その傾きがですねコインの方に向いていると。でも実際、まあ、この天秤の支点の位置も中央ではないですし、まあ、実際これまあもちろん止めてありますけど支点は止めてありますけれども止めてなかったらどうなるんだろうということがちょっとわからない作品になっておりますね。つまりなんだろう物理的な何グラムとかっていう重さよりも、はい、コインっていう、まあ、なんてまあある意味でただの金属ではなくて別のこう付加価値があるわけですけど、はい、その重さまで入ってるとかそういう風刺とかそういうことなんですか。そこまではちょっと考えてなかったんですけど、もしかしたらそうですね、そういうところもあるかもしれないですね。はい、はい、まあまあでもともかくいろいろ考えさせるっていうかあれですよね。そうですね。そういうこうきっかけっていうのがなんか作品として提示されていて、はい、でまあそのいわばその部分のその、うん、まあ要素間のそのいわばですねその因果関係、まあ力学的な因果関係が、うん、まあ一体どうなっているのか。ということが分かりづらくなったりとか、うん、まあ、疑いを挟む余地があったりとか、まあ、そういったことがある作品です、うんうん、で、次の作品なんですけれどもで、こちらもですね、割と分かりやすい作品なんですけれどこちらはまあ割と分かりやすい作品で、うん、これは鉄の、まあ、鉄殻柱が2本とで大理石とあと下側にですね、ワイヤーがあるんですね。大理石と、鉄の、斜めの鉄の棒の、うん、にワイヤーが貼ってあって、まあこれ一見すると、その、斜めに立てかけられているやつがずり落ちそうに見えないですか、うん、まあそうですね。まあ落ちるかなっていう。はい。ちょっとぶつかったらもう落ちちゃうみたいな。でも下に、まあ、ワイヤーがあるんですけれどもその、うん、
大理石と鉄の下 の, あのところで結んであるワイヤーで、うん、あの結んであることによって、下にずり落ちてしまうことを防いでいるように見えるんですね、うん、でもこの壁と床のですね、うん、あの地面のですね、うん、あのところを見るとその接地面を見るとその壁のあの溝と床の溝に挟まっているように見えるんですね、うん、だからそのずり落ちないのはあのこの溝に挟まっているからずり落ちないのか、ワイヤーによってあのそのずり落ちることがあの止められているのか防がれているのか、うん、っていうことが判断しがたい、うん、かあのものになってきます、うん、で、まああのまあ、どちらかというとですね、これがあの支えているのはあの多分あのこの地面と壁の溝なんですけれども、うんまあ、そうなると床にあの床というか地面にあるワイヤーと大理石っていうのはですね、うん、一見そのずり落ちるのを防ぐように見えて、うん、実は全然関係ないものなんだと、うん、いうことでですね、うんまああのその作品の全体と部分の関係性というのはあの実はバラバラなんだと、全体というのはパッと見で全体というのを判断しているだけで、よくよく部分を見てみるとあの部分全然関係してないじゃないかみたいな、まあ、そういった面白さがあるわけですね。ですね、まああのまあ、この作品に限らさっき の, あの傾いたっていうシリーズにもあると思うんですけども、こう実際にその見えていることっていうのがまずあって、で、まあ でまあ、この場合だとずり落ちそうだけどずり落ちてないっていうのが見えているわけですけども、一方で見えてないことって、つまりずり落ちそうっていう、まあ、あるいはずり落ちるっていう世界があって、で、まあ、つまりこの作品が表しているのはこう安定してる、まあ、あの作品としては物理的には当然安定してるわけ、ですけれども、やっぱ見る人の心の中に、それがなんかずり落ちたりとか傾いているものが、倒れたりとかっていう、まあ、要するにあの目の前にある現実と違うものが見えてくるっていうところがあって、まあ、まさに芸術っていうのはなんか想像力っていうかを喚起する作品っていうのがあって、これもまさにあの要するになんかあの起こっていることと実際はあの作品としては起こっていないこと、まあ、見えていることと見えていないことっていう、そのなんか見えてないこととか起こっているってこと起こっていないことっていうのが見えてきて、まあ、そういう意味でも、まあ、本質的に芸術だなっていう感じはなんかしましたね、はい、ありがとうございます。で、まあ、最後 の, あの作品なんですけれども、これはですね最後にお見せする作品は、はい、まあ、単体と複合体の、まあ、過渡期的な作品でございまして、うん、まああのまあ、コンクリートの単体みたいな形をしていますけれども、うん、まあ、一見するとですね、まあ、手前の箱にぎっしりとですね、まあ、鮮やかなビーズのようなものが、うん、まあ、詰まっているように見えるんですけれども、うん、まあ、実のところ、まあ、手前の箱っていうのは上げ底が施されていてですね、うん、でビーズのようなものはですね実は表面に置かれているんですね、つまりぎっしり詰まっているように見えてぎっしり詰まってないんですね、うん、まあ、両方そのビーズの量は同じだという そうですね、はい、ことなんですね、そうですね、はい、はいはい、で、まあ、それとですねこのビーズのようなものなんですけれども、とても、まあ、綺麗にのように見えて、まあ、万物の砕きというタイトルでなんかあのすごいあのタイトルと合っているなというふうに思うんですけれども、うん、実はこの、まあ、キラキラしているビーズのようなものは、うん、高松二郎のアトリエのゴミなんですね、うん、ゴミを集めたものをここに入れていると、うん、でそれで万物の砕きっていうタイトルをついているんですけれども、うん、まあ、それでまああのつまりそのパッと見の全体からですね、まあ私たちはその内部とかその構造とか構成要素を想像しますけれども、まあそのパッと見の全体とその部分との関係はですね実のところまあ違うんだということをですね、まあ彼は私たちに突きつけているのではないかというふうに思うわけですね。まあそうですね、それぞれ作品面白くて、この場合もまあ、一つはその、量ですね、あの 量っていうのが実は同じようで違うっていうか違うようで同じだっていう
そのズレみたいなのを見せてくれるのと、あとこの物自体が今アトリエにあったゴミだっていうことで、でまあ普通芸術っていうのはまあ美しいものっていうかを見せるっていうのが本来のものなわけですけれども、まあ、一方で、まあ、特に日本のまあ、わびさびとかもそうですし、まあ、ただ修学院離宮とかだと壁の、カビの汚れ、まあ、あるいは線路離宮の土壁とかもそうですけど、本来汚いと思われていたものを美しいものに転換させるっていうか、で、まあ、あるいは高松城とほぼ同世代の三宅一生さんとか、まあ、コムディ・ギャルソンとかもそうかもしれないけど、服のシワとか、シワっていうのは本来あってはいけないものなのに、あえて服のシワの美しさを出したりとか、まあ、服に穴が開いてる、まあ、場合によってはそれは貧乏の象徴みたいなものなんだけど、あえて穴を開けたりとかっていう、そういう美しくないものを美しいものに転換させるっていうか、まあ、ここでもなんかまさにそういうアトリエにあったはずのゴミっていうものが、なんか一瞬こうすごくこう宝石のように見えてしまう、なんだろう、何かこうアーティストがそこに手を触れることによって、それが芸術になってしまうっていうのがあるなという気がします。そうですね、文脈次第でこのように見えてしまうっていう、まあ、そういったところがあると思います。で、でまた次のシリーズ、はい、次のシリーズいきますか。あ、大丈夫ですよ。で、はい、まあ、同じ感じの話の進行になってしまうので、大体半分ぐらい終わったかと思うんで、ちょっと、一息じゃないけど、はい、すいません、個人的に、僕だけ飲み物が、はい、しかもエナジードリンク、というかですね、この一息の時間にちょっと大沢さんのこの本についてお話し聞きたいとか、はいはい、まあ、あるいは大沢さん自身のことをちょっと、はい、伺ってみようと思うんですけども、まあ、高松二郎、そもそもなんで高松二郎の本を書くことになったのかっていう契機とか、まあ、はい、本を書くっていうのか、まあ、そのテーマと取り組むようになったのかっていうのは、はい、専門は 美学ですね。あ、そうですね、美学ですね。で、美学が専門で、まあ、ある意味ではその高松二郎のことが美術批評みたいな側面もあると思うんですけども、はい、なんかちょっと自己紹介じゃないですけど。あ、そうですね、まあ、高松二郎を、まあ、まあ、最初は感動したというか、出会って、まあ、これまあ、なんか研究しようかなというふうに思ったのはですね、まあ、だいぶ昔に豊田市美術館に、まあ、コンクリートの単体があったんですね。で、それを見てですね、まあ、確か周囲にモロハの作品とかもあったと思うんですけれども、それを見て、まあ、あまりにシンプルで、あまりに素朴で、なんていうか、まあ、解釈 のフックが何もついてないというか、うん、そういったことでですね、この人は一体何を考えているんだろうというふうに思いまして、うん、でも、まあ、それだけではなくて、何も感じ取れなかったわけではなくて、うん、まあ、その、まあ、シンプルさに、まあ、ある種 の思考の厚みのようなものを感じたんですね、うん、で、まあ、その隣か何かに筋の単体もあったんですけれども、うん、まあ、それもですね、もう本当に物派のような、まあ、なんていうか、物のこう重みとか、そういう、まあ、重力感とか身体感覚とか感知させるような、そういった作品ではなくて、割とおとなしいやっぱ作品なんですね、うん、で、まあ、この人はですね、物派と同時代に一体何を考えていたんだろうと、うん、いうように思ってですね、ただ、まあ、思考の厚みは感じていたので、うん、それでですね、まあ、高松二郎はたくさんテクストを書いているので、うん、まあ、それでテクストを読んで、で、まあ、それがですね、高松二郎研究を始めたきっかけになります、うん、まあ、その思考の厚みっていうのを、まあ、はい、まあ、その時はまあ直感的というか、そうですね、作品から感じて、まあ、それをこう一冊の本ぐらいにこう、はい、まあ、なんていうかな、はい、パラフレーズというか、こう開いていくというか、はい、展開していくということで、まあ、はい、この本ができたと。あ、そうです、ことですね、はいはい、で、この、帯に書いてある言葉でちょっと読んでみると、はい、世界との関係の絶えざる変容とか、はい、
真実と、事実の、はい、果てなき王冠の中で、まあ、ここで真実と事実っていうのが出てきて、この似てる言葉なんだけど、はい、真実と事実っていうのが、はい、果てなき王冠行ったり来たりしている中から、はい、まあ、こういう作品っていうのをこう作り出してきた。これは大沢さんのあれですよね、この本の、はい、まあ、ある種の核みたいな、あの、そうですね、一つのフレームワークです、ね。真実っていうのをリアリティっていう言葉で言っていて、事実っていうのをアクチュアリティっていう言葉で言っていて、はい、まあ、ここら辺はちょっと 美学になってるっていう感じ、ね、そうですね、はい、美術批評っていうよりは、はい、そうですね、はい、で、まあ、詳しくはまた本読んでいただくということで、はい、だったら後半っていうか、また作品の話をちょっとしていこうと思いますけど、次が、文字の作品ですね。そうですね、はい、文字の作品、まあ、ゼロックスコピーによる文字作品で、はいはい、1970年、72年、まあ、この頃、まあ、コピーっていうものが、はい、あのこう登場してきて、全く新しいテクノロジーで、はい、まあ、まあ、例えばその1827年とかに写真っていうのが登場してきたり、まあ、いろんな形で美術の技法っていうのが、あの新しいテクノロジーによって、まあ、塗り替えられていくっていうか、違う形になっていくんですけども、ここではゼロックスコピー機っていうか、あるいはコピーっていうものを、まあ、なんとか作品にしようとしたということですね、はい、ですかね、はい、でどんな作品、あ、すみません、ちょっとあのパワポがちょっとこっちあの半分映ってなくて、なんか聞いた、あ、ちょっとこう、あ、すみません、ちょっと、どういうことだ、これでも変わんない、変わんないですね、フリーズしてんのかな、これもしかして、あ、フリーズしてますね、もしかしたら。フリーズしてる、あ、じゃあ、すみません。ですね、これお互い画面あの見ながらやってるんですけど、まあ、多分ここら辺カットしないでそのまま、はい、まあ、まあ、ちょうど一回、一回このミラーリング消して、あ、じゃあ、まずこっちでミラーリング消せばいいのか。で、もう一回、あ、そっか、これになったのか。よいしょ、まあ、なんか今ゼロックスコピーの話が出ましたけど、まあ、あの、今こういうまたさらにいろんな新しい、機械を使いながらなんか録画していて、でこれは、この配信は、まあ、あの録画なんですけども、完全ノーカットであれですね、やっていて、技術、あの、まあ、その画面をその場で編集しながらやってるんですけども、どうですかね、あ、映りました、はい、はいはい、で、まあ、最初の作品なんですけれども、はい、まあ、代表的な、あ、まあ、作品になります、はい、まあ、いずれもですね、まあ、あの一応版画作品、オフセットリトルグラフレーとして、出品されたものです、まあ、日本語の文字と、まあ、英語の単語と、まあ、まあ、このままですけれども、まあ、この7つの文字と記された7つの文字と、まあ、these three words と記された3つの単語です。で、まあ、そのまんまですよね。そのまんまですね。トートロジーっていうか、この7つの文字っていう、うん、7つの文字が書いてあったり、そうですね、してる作品で。で、そうですね、はい、トートロジカルなもので、まあ、まあ、文字それ自体であったり、まあ、あるいはですね、インクを指示している作品であるというふうに、まあ、解釈できますけれども、うん、まあ、ただですね、まあ、この作品 の、まあ、あの私の考える面白さというのはですね、うん、まあ、指示詞の、まあ、このとか、あるいはですね、these、これらのにあるというふうに考えます。で、それとですね、これらがですね、複製メディア作品による作品であるというところがですね、ポイントになってくると思います。うん、で、まあ、一応ですね、エディションは、あの、100部限定で、刷られているんですけれども、まあ、一応、まあ、コピー作品なので、まあ、理論上はですね、無限に複製可能である作品で、まあ、あるわけですね。で、このことがですね、まあ、鑑賞者と、まあ、この、まあ、記された文字、発話という言い方を私は、あの、自分の本でしますけれども、まあ、発話との、鑑賞者とこの発話との関係性において、まあ、重要なものになってきます。
まあ、例えばですね、例えば美術館に訪れた時に、まあ、日本語の文字が、まあ、展示されていますね。展示されていて、まあ、鑑賞者がこの作品に、まあ、対峙して、まあ、この7つの文字を読むと。で、まあ、この7つの文字で7個数えてですね、まあ、読むときにですね、まあ、これはですね、まあ、100部すられていてですね、まあ、そのうちの1枚をその鑑賞者は、まあ、読んでいることになるわけですけれども、まあ、鑑賞者にとっては、まあ、あくまで、この7つの文字なんですね。まあ、つまりですね、目の前の一点のですね、この7つの文字を読んでいるとしたら、他の99枚ありますけれども、他の99枚のどれとも同じではない、この7つの文字、ということになるわけです。で、まあ、いわばですね、その7つの文字でもなく、まあ、どっかの別の美術館にある、あの7つの文字でもなく、あくまでその鑑賞者にとっては、まあ、この7つの文字を、まあ、鑑賞者はですね、読んでいることになります。で、このことはですね、These Three Words でも同じことになります。で、はい、で、まあ、つまり複製芸術っていうのはコピーゼロックスが登場する以前も版画とか、まあ、あったわけですけれども、まあ、高松二郎がここで、まあ、あえて言おうとしている、で7つの文字っていうのが、まあ、全部ひらがなにしても6文字にしかならないけど、まあ、別にこのっていうのはな、まあ、本来なくてもいいって言えばいいわけなんですよね。で、うん、そこでこのっていうのをつけてる意味を、その大沢さんが、ここにあるその文字面を指してるっていうだけじゃなくて、この作品としてのこの紙のペラペラが、まあ、100部あった時のその中のこのっていうことを指している。で、つまり、その複製でありながら、実は、でその版画よりも本来コピーの方がよりなんていうかな、正確な複製ができるっていうか、版画っていうのは擦り具合によって一つ一つ一枚一枚違ってくるわけですけども、それよりも、まあまあ、その後デジタルが出てくればまたもっと完璧な再現性っていうのはありますけど、まあ、でも、まあ、同じものがいっぱいあるようなんだけど、実は世界には同じものはないと。どれだけ複製してっても、はい、やっぱりそれはかけがえのない一つの作品であるっていうことを、はい、まあまあ、ある意味でメッセージとしてこのコノっていうのに込めているっていうことなんですか。はい、そうです。はい、で次の作品ちょっと、次の作品が割と もう少し分かりやすいかなと思うんですけれども、はい、まあ、こちらはですね、まあ、ゼロックスで100枚コピーされたうちのこの1枚という作品で、うん、まあ、これはですね、もうはっきり言うとですね、2年後になるわけですね。あ、そうですね、大体そうですね。はい、で、まあ、これははっきり言うと100枚あるうちの1枚というふうに記されてありますので、まあ、この作品の展示に出会った時に、まあ、他に99枚あって、そのうちのこの1枚を私は見ているんだという自覚が生じやすいのではないかと思います。で、まあ、そうした現象をですね、私はまあ、まあ、記された文字をですね、まあ、発話と考えて、まあ、自分の本ではですね、まあ、私とあなたとの関係における、まあ、これ限りのものというふうに表現しています。うん、はい、で、まあ、芸術っていうのは結構なんていうか、オリジナル進行っていうのがあって、まあ、すごく作品が高くなるっていうのは、この世界にこの一点しかないからだっていうオリジナルっていうのがあって、でそれに対して、まあ、複製になるとその分なんていうかな、価値が分散されてっていうか分割されて、まあ、言ってしまうんだけど、まあ、高松二郎はやっぱり全てはオリジナルであるっていうことを、でしかも2年経ってそれをより明確な言葉として、まあ、書き換えて、ゼロックスで100枚をコピーされたうちのこの1枚っていう、このっていうのがこの冒頭じゃなくてここに来るわけですね。そうですね、はい、はい、うん、っていう、まあ、作品ということですね。はい、で、まあ、次の作品は、まあ、この原稿をゼロックスすること、うん、という、まあ、いわばインストラクション作品ですけれども、でだからここまで話聞いてくると、はい、このタイトルのこのっていうのがすごく特別な、なんか、はい、アクセントがあるっていうふうにもう気がつき始めてきますね。はい、
で、まあ、あのこのインストラクションではあのコピー、まああのまあ、どんどんコピーしてくださいということをですね指示しているわけですけれども、まあ、いくらコピーしてもそのコピー機から出てくる、まあ、この1枚というのは、まあ、常にあの私にとってのこの1枚になるわけですね。まあ、そういった意味でですねこの作品も、まあ、あの先生のおっしゃったようにですねあの、まああのまあ、その鑑賞者と、まあ、作品との、まあ、関係における、まああのまあ、個別具体的な関係というか、まあ、その関係においては、まあ、オリジナリティがある、まあ、今ここの空間が形成されるというか、まあ、そういった作品ですね。はい、まあ、以上があれですかね、この、今日の話の、まあ、4つあるうちの、はい、3つ目のシリーズで、まあ、文字を使った作品ということになるわけですね。そうですね、はい、はい、で、まあ、詩とかそういう、まあ、言葉なんですけども、はい、詩あの、小説とか詩の詩とかともまた違う、はい、まあ、なんかあの不思議な言葉の芸術っていうか、でしかもあくまで最終的にはその 紙とかやっぱり あの絵画としてのものっていうもの、絵画っていう美術作品としてのものっていうのに、まあ、着地していくっていう、まあ、ところもあってですね、はい、ということですかね。ただ最後ですね。そうですね、はい、最後は写真の写真シリーズって言って、まあ写真なんですけどそれが写真じゃなくて写真の写真。そうですね、はい、まあ、高松二郎が、まあ、唯一ですね、まあ、写真作品に取り組んだ、まあ、シリーズでですね、まあ、ただですねやはり彼は、まあ、美術家ですので、まあ、写真家とは異なる、まあ、視点で、まあ、写真というメディアを捉えているということがですね、まあ、作品から読み取ることができます。で、最初のすみません作品なんですけれども、うん、まあ、要するに写真あの、はい、プリントした写真を写真に撮ってるっていうことですね、はい、そうですね、はい、はい、で、まあ、写真を、まあ、被写体とした写真なんですけれども、うん、まああのまあ、その被写体の写真が特徴を言えばですね、あの被写体の写真が、まあ、日常を撮った、まあ、スナップ写真であって、まあ、それがですねこのようにですね、まあ、あの光沢を持つ、まあ、印画紙として、まあ、写真があの扱われているということと、まあ、つまりそのいかればその写真がイメージというよりもですね、まあ、物質として写真が扱われているということになります。ですので、まあ、このように光が映り込んでいって、まあ、こちらはですねあの海岸のスナップ写真かと思いますけれども、まあ、その様子がですねほとんど認識できないようにな在り方をしています、うん、だから写真というと、まあ、普通は何が写っているかっていうその中身ばっかり見てしまうんですけども、うん、まあ、ここではその物質としての、まあ、紙に、まあ、まあ、銀なかなかですね、あのでこう定着した、うん、まあ、あるいはこのペラッと置くことができる、あるいは壁に貼り付けることができる、まあ、写真っていうのをこう でも しかもそれがですね、これあの今これパソコンの画面で見てますけど、美術館とかにこれ展示されているとやっぱり写真なわけですよね、はい、写真の写真という、はい、結局やっぱり写真としてあの、まあ、ものとしては写真として展示されているっていう不思議な、はいはい、でこれ5点ぐらいありますけど、あ、じゃあ次の作品で、はい、で、まあ、写真の写真シリーズにはですね、まあ、いわば終焉的なものとして、まあ、こうした、まあ、あのいわば三重構造の作品もあります、まあ、あのいわばですね、まあ、写真の写真の写真と言えるようなもので、まあ、スナップ写真を被写体とした写真があって、でそれを被写体とした写真がをとした写真ですね、うん、で、まあ、写真の写真の写真という、うん、これはまあ無限に増殖して、まあ、まあ3つぐらいでその増殖っていうのがまあ暗示できるっていう、はい、そうですね、はい、うん、で、まあ、このタイプもですね、まあ、あのスナップ写真はですね、まあ、物質として扱われていて、うん、まあ、これは家族の写真だと思いますけれども、まあ、イメージをまあ認識できないような在り方をしています。で、まあ、同様にですね、スナップ写真を、まあ、被写体とした真ん中の写真ですね。で、真ん中の写真もですね、まあ、光が映り込むように、
まあ、捉えられていて、まあ、かつ、秒で止められているので、まあ、これもですね、物質としての写真として、まあ、扱われているというふうに言えますね。まあ、写真の表面に光が当たっちゃうと、はい、そこのところだけがあの写真の面が光っちゃって見えなくなるんですけど、それもあえて、はい、なんて撮影するっていうことですね、はいはい、見えない、なんか光が反射して見えないっていうのも写真というものの一つ の状態だっていうことですかね、はい、そうですね、はい、で、まあ、次の写真もまあ大体同様なんですけれども、うん、まあ、そうですね、これも同じもので、まあ、こちらの方がですね、その写真の写真の、まあ、真ん中の方がですね、まあ、一部折れ曲がったりとか、左下が折れ曲がったりとか、まあ、右側がですね、切れていたりとかですね、破れていたりとかして、まあ、より物質感をまあ強調したような作品でありますね。で、なんかまあ、前回、布施先生がなんかおっしゃっていたような気がしますけれども、うん、なんか写真、真ん中の写真が浮き出て見えるみたいなことをおっしゃっていたような、うん、そうですね、はい、この間、一応、今日のなんかあれで、打ち合わせじゃないけど、ちょっと話をしたときに、なんか目黒区美術館で、つい最近、この写真の写真シリーズ、多分前展だと思いますけれども、展示してあって、それを見に行って、でこの写真の、置き方が例えば床というかなんか椅子のベンチの上とかにこう、まあ置いてあったりとか、あるいは壁に貼り付けてある、まあ、描画なんかで止めてある写真を撮ったりしたのとかで、しかもその壁に止めてある写真も、斜めから壁に対して斜めから写真を撮ったりとか正面から撮ったりしたっていうのがあって、その中で、まあ、百何十点かある中で3点か4点だったと思うんですけども、壁に止めた写真を真正面から撮ったものがあって、でそれが、まあ、美術館の壁に展示してあってですね、そうするとさっきの写真の写真の写真じゃないけど、写真の写真の写真がまた壁に美術館の壁に展示してあって、で、真正面から見た時になんか本物 の写真の中にある写真が本当に存在している写真のように見えて、でしかもこう折れ曲がってるところがちょうど影になっていて、でその、なんて影の効果によって、本当にこう折れ曲がってる写真が壁に貼り付けてあるように見えて、で そこでその、まあ、今影って自分が言ったんですけども、高松二郎 の制作の順序として前川とかちょっと分かんないです、影のシリーズっていうのがあって、なんかそれにもつながる、でまあ、つまりこの場合もそうですけど、折れ曲がってる写真の向こう側にできてる影っていうのはやっぱり多分高松二郎にとっては非常に何か存在感というか意味があって、でそれ影のシリーズとかの展開とかとも呼応するもので、でこの影の効果によってこの写真の写真シリーズが、まあ、僕が見た時になんかとってもその写真っていうものとしての存在感っていうのを強く感じて、で、まあ、その強く感じさせる契機っていうのが影で、まあ、そもそも写真っていうのは何をとどめているかっていうと、光と影をとどめているメディアなわけで、そういう意味でも写真の写真の写真っていうのもあるけども、光と影の光と影の光と影の何か何重写しか何重構造かの世界みたいなのがあって、でそれが見えた時に世界のリアリティっていうのはこういうものだって感じがして、なんかすごく楽しかったっていう、はい、感じがしましたね、はい、まあ、なんか特にそうですね、今おっしゃったようにその写真のその影が割と濃く現れたまあ、作品であるように思いますね。これは真ん中の写真とか、うん、その一番奥の写真とか結構その影が落ちているということがはっきりと分かるように多分撮っているものであるように思います。で、で次に あと2枚パワポ2枚ですかね、はい、で、まあ、こういったですね、まあ、写真の写真の面白さはですね、まあ、私の解釈では、まあ、具体的にどのようなところにあるのかといったら、まあ本書で自分の本で重きを置いて論じているのはですね、まあ、タイトルとの関係ですね、うん、でタイトルの写真と写真の写真との関係です。
まあ、つまりタイトルのタイトルとですね、実際の作品とはどういった関係にあるのかというところがですね、このシリーズの面白さを際立たせているというように思います。で、まあ、最初の例に、まあ、戻りますと、まあ、写真の写真というのはですね、まあ、スナップの写真の写真という意味なのか、それとも、まあ、写真の中の写真なのか、まあ、どっちを写真の写真というのが、どちらの写真を支持しているのか、まあ、決定不可能なわけですね。まあ、つまり、写真の写真というタイトルの、それぞれの写真がですね、スナップ写真なのか、それともスナップを被写体とした写真なのか、まあ、どちらを支持しているのか、まあ、決定不可能であって、まあ、このことをですね、高松は鑑賞者に委ねているのではないかなというふうに思います。で、次の、この、スライドなんですけれども、で、まあ、このようなですね、写真シリーズの、まあ、今申し上げたコンセプトはですね、まあ、このシリーズの初期に制作されたものから推察することができる、できます。で、まあ、こちらはですね、先ほども、まあ、ちらっとお見せしたものですけれども、で、こちらがですね、今拡大したものですが、まあ、左上にある、左上というか上にあるですね、キャプションですね。キャプションを、まあ、小さいですが、ご覧いただくとわかりますけれども、まあ、左上にですね、太字で写真とあります。まあ、ですから、まあ、タイトルは、まあ、写真ということで、間違いないと思われます。で、まあ、写真の隣に、まあ、おそらくは素材名としてですね、73年度美術年鑑とあって、写真とあって、その隣にですね、まあ、サイズと撮影者が記されてあります。で、山本栃孝って言って、まあ、はい、高松二郎が撮った写真ではないということですね。そうですね、はい。なんか海辺ですかね。そうですね。あ、この真ん中の写真はおそらく高松二郎の写真なんですけども。ああ、はい、そうですか。はい、で、これじゃあ どういう構造なんですか。その真ん中の写真を高松二郎が撮って、はい、この山本栃孝っていうのは、はい、山本栃孝さんが、あの写真の写真を撮った。まあ、あの秒で止まってるようなところ。そうですね。でも、それは、でも実際は、どれが山本さんの写真か、わからないというところが、ポイントなんですね。うん、で、まあ、素材名はですね、美術手帳って書いてありますから、美術年鑑って書いてありますから、うん、素材が美術手帳、それ自体で、うん、で、下の写真がですね、サイズ 27×22cm とありますけれども、うん、まあ、この素材名の写真というのがですね、うん、まあ、サイズとかですね、一体何を指しているのか、ちょっと判断できないわけですね。うん、まあ、おそらくは真ん中の写真を指していると思われますけれども、まあ、この情報だけではですね、まあ、断定できないわけですね。うん、で、まあ、今一度ですね、まあ、タイトルのことに戻りますけれども、うん、そのタイトルの写真はですね、スナップ写真そのものを指しているのか、あるいはそれを被写体とする写真を指しているのか、まあ、それまた被写体とする写真を指しているのか、まあ、それらはですね、決定不可能であって、まあ、その決定はですね、あくまで、フォーカスを当てる、絞る、鑑賞者に委ねられているわけです。で、まあ、まとめになるんですけれども、まあ、このように考えてみるとですね、まあ、写真の写真というのはですね、まあ、鑑賞者自身が対象に対して、まあ、照準を合わせる、まあ、撮影者になるのではないかと。まあ、まあ、つまり写真は、写真家はですね、まあ、いろんな角度から、ものを見てで、ね、まあ、いろんな角度からですね、フォーカスを絞って、まあ、対象を、まあ、捉えるわけですけれども、まあ、同様にですね、この写真の写真シリーズにおいては、まあ、鑑賞者は対象に対して、まあ、作品に対してですね、まあ、フォーカスを絞る、まあ、写真家の立場に立たせられているのではないかと。まあ、このように考えられるわけで、まあ、それこそがですね、まあ、写真の写真シリーズの面白さであるというように私は考えます。で、まあ、写真を使った後っていうのは、うん、当然いっぱいあって、例えばアンディ・ウォーホルが、
まあ、どの作品でもいいんですけど、ケネディの奥さんが、まあ、ケネディが暗殺された後に、まあ、お葬式で悲しんでいる、まあ、あの報道写真みたいな、まあ、喪服を着て、でそれと、まあ、それ以前の幸せそうに微笑んでる、写真とかをこう合わせて、画面の中にこう配置して作って、であの場合も他人が撮った写真を使いながら、そこにまた二重写しのようにこうアンディ・ウォーホルの作品としてアート化していったみたいなのがあって、で、まあ それまあ、そういう例えばアンディ・ウォーホルの写真を使った作品と高松二郎のこの写真の写真シリーズ、まあまあ、どこが同じで、まあ、当然写真使ってるというところは同じなんですけども、でもどこが違うのか、でその違うことによって高松二郎はこうどういう世界を、まあ、私たちにこう垣間見せてくれたのかっていうところで、それはまあ、今ご説明があったようにやっぱアンディ・ウォーホルの作品とはまた違う高松ならではのこう世界の開き方みたいなのがあって、っていうのを、まあ、この今最後写真のシリーズで終わったましたけども、それだけじゃなくて、まあ、大沢さんのいろいろ説明を聞きながら、まあ、そもそも絵画って何なんだろうとか、アートって芸術って何なんだろうとか、写真って、何なんだろうみたいなことをこう、まあ、高松二郎は作品を通して問いかけたっていうか、ところがあって、なんか尽きせぬなんかものがあるなっていう感じは、まあ、しましたけれど、はい、うん、ですね。で、まあ、でということで、まあ、だんだんもうまとめみたいな感じになってきますけれども、ちょっと一息入れるか、それ。まあ、まあ、ともかくその高松二郎っていう存在は芸術っていうものになんていうかな、アプローチして、まあ、特に若い人とかが自分の芸術とかっていうのをこう作っていこうっていう時に、この高松二郎の作品を、自分にこう照らし合わせることによって、まあ、そもそも作品を作るっていうのはどういうことなのか、みたいなことをなんかすごく基本からこう鍛えてくれるっていうか、枠組みを与えてくれるみたいなところがあって、そういう意味で、まあ、それ僕自身もそうですけども、このアートに対してこういろいろアプローチしていくときに、なんかものすごく大切な軸になるところがある作家だなというふうに、まあ、思ったりしましたですね、はい、であともう一つ、この大沢さんのこの高松二郎っていう本を、まあ、最初はそのタイトルだけというか、この本を送ってもらう前にタイトルだけで、高松二郎だけで一冊ですかみたいな、それはすごいですねみたいな、ことを言ったんですけども、まあ、これは単なる僕の個人的な趣味というか、芸術というものに対する趣味なんですけど、やっぱり芸術っていうのは芸術家っていう個人っていうのがすごく重要だっていうふうに思っていて、あるいは個人っていうものに強く惹かれるっていう、まあ、それ僕自身の趣味としてあって、でだから高松二郎もハイレットセンターっていう、まあ、それは、まあ、ある意味で一時期かもしれませんけども、まあ、コレクティブっていうか、まあ、ムーブメントみたいなのがあって、でまた一方でこの話の中で出てきたモノ派とか、具体とか、まあ、あるんですけど、でどっちかというと、例えばその展覧会でも 僕はなんか高松二郎展とかリウーハン展とか結構個人が好きなんですね、はい、でモノ派展とかっていうその概念とかムーブメントでくくることによって、なんか芸術っていうものが、ちょっとピントの相手方がちょっと違うんじゃないかっていう、でそういう意味でこの本がその高松二郎という個人に焦点を当てていて、で、まあ、あるいはその個人一人の人間っていうのが芸術を通して一体何を成し得たかっていう、その個人がこう立ち上がってくるっていうのは、タイトルの高松二郎っていうのは、まあ、すごく惹かれたところもあって、それもあってなんかすごく
興味を持って、で高松二郎で一冊ですごいですねっていうのは、その話のネタとして高松二郎だけで一冊書くだけネタがあってすごいですねっていうことだけじゃなくて、やっぱりその個人でこの世界を区切って一つのこの本の世界を作り出したっていうのは、まあ、僕はすごく興味があって、ですね、でそういう意味でまあ皆さんぜひこの高松二郎お読みいただければと思ったりしますけど、まあ、最後もし何かさらに、あ、そうですね、まあ、さらにあるとすればそうですね、まあ、まあ、こちらの高松二郎の本ではですね、まあ、まあ、高松二郎の作品分析と、まあ、テクストの分析を、まあ、結構細かくしていて、まあ、かつですね、まあ、その分析の背後にはですね、まあ、哲学的なトピックも、まあ、まあ、実体と属性とかですね、まあ、最終章はサルトルの、まあ、即時対峙とかですね、まあ、そういった問題もですね、まあ、潜ませておりますので、まあ、その点もですね、まあ、すくい上げながらお読みいただけると、まあ、高松二郎の、まあ、美学的あるいは哲学的な奥行きを感じ取ってもらえるのではないかというふうに思います。ということで、まあ、今日は高松二郎っていう話題でお話ししましたけども、もう一つやっぱり大きな主役があって、それは大沢さんですね。大沢、吉久さんですね、はい、慶応の慶に久し、まあ、なんか則久って読んでしまいがかねないんです。大沢吉久さんですね、まあ、その個人というのにも今後どんどん注目してまいりましょうということでですね、まあ、今日はどうもありがとうございました。ということで、以上で、まあ、おしまいにします。はい、はい、じゃあ、ありがとうございます。はい、失礼します。失礼します。